皆さんこんにちは。もったいないおばさんの中島きみこです。今朝寒くてマイナス9度ありました。日中は、少しお天気ですので今このように外でお話ししております。農産業の方も、あまりないので、冬の間は少し自分も勉強したいと思いまして、小さな豆知識をお伝えしようと思います。知らないで食べているよりも知って食べた方が美味しいかもしれません。今回は豆についてお話ししたいと思います。豆には本当にたくさん種類がありまして、どの豆にも必ず皮に覆われていて、豆は紫外線とか害虫から身を守るためにどの豆も皮に覆われております。私の家にもちょうど3種類ほどの豆がありましたので、高原豆、それと大豆、私が収穫したホタカインゲンなんですけども、でこの豆のまんまの状態だと難消化性デキストリンという、消化できないまま水に溶けない植物繊維という状態になるんだそうです。でもこれが発芽すること、根が張ることによって一気に成分が変わり、消化が可能になって水溶性になるそうです。私たちが楽しんでお豆を煮たり食べるくらいは何の害もないので、問題にないにならないと思います。十分に水に浸すと何倍にも大きく膨らみまして、煮豆にする時もふっくらと出来上がると思います。でその煮豆にする時に必ずアクが出るんですね。そのアクこそやはり大豆の身を守る、そういう化学成分の一つでもありますので、そういうアクは出たらきれいに取った方がいいと思います。それで美味しい煮豆をするには十分に水を変えながら豆を浸して大きくして、そして煮た時にアクをしっかり取って、そして仕上げると本当に美味しい煮豆になると思います。今日はお豆のお話をしました。皆様ご視聴誠にありがとうございます。どうぞまたチャンネル登録、いいねボタンなどよろしくお願いいたします。